なぜフリーレンはラビーネカンネを連れて行かなかったのか。まあ序盤からフリーレンがスパルタなところが描写されてたし、安全が保証されてる以上自分と一緒にいるよりも二人の力で頑張ってほしいと思ったのだろうね。来たいって言えば拒否はせんかったろうが、こっちから誘うのは違うよね。さすがに来たらいいよとは言うけど、積極的には誘わないよな。次は敵同士って言ってたし、これありそう。成長のきっかけは与えるけど、未熟なまま面倒を見るタイプじゃないよね。フリーレンは帯同するやつには一定の水準求めるしな。ハイダーに最初は断ったし、漫画で置いてかれたって言ってるんだよカンネが。アニメ見たらフリーレンたちが迷宮入ると聞き、君たち何してたのってなった。カンネたちにはフリーレンに一緒に行こうって声かけるだけの時間はあっただろうに、なんで突っ立ってたんだろうね。まあそうするとアニオリになるからダメなんかなとは思った。しょうもない血は喧嘩するコンビがパーティーにいたら困るじゃん。あれ、次からは敵同士とは言ったけど、試験内容が普通に協力できるタイプだったんだから声をかけてもおかしくはないんだが、そういう判断の遅さを含めても未熟なんだろうね。この作品って優秀だったり頭の回るキャラが多いから、未熟なキャラが逆に目立つに。フリーレンも成長途中だし、千年後くらいになったら誘ってそう。死んでるよそいつらが。人間の寿命の短さを学べ。連剣がみんなで行こうって誘ってるところにカンネたちが行かなかったから、フリーレンは、はカンネたちは二人で行くつもりなんだなって早々に思い込んだ説。まあそういう考え方もあるわな。人間の気持ちよくわからんエルフだし、一番フリーレンっぽいな。自分もこれ全体見てて、あれは成立しないって言ってたし、ラビカンはリヒターに殺されかけてるしな。ラビーネが協力できない雰囲気だったし、おっさんは仲間を見捨てるタイプって言ってたしな。お互いに迷宮入る前に一声かけてくると思った言うのすれ違い説。ラビーネに次は敵同士だなって言われたら、自分はなんか恥ずかしくて誘えない。あっちから一緒に行こって言われたら普通に行けるかな。結局伝剣一家に合流したのはベトーデさんとレンゲちゃんだけだったから、協力する雰囲気じゃなかったってのは本当にそうなんだろう。前にパーティーを組んで仲良くなりました。一緒に行っても問題ない条件です。え、なんで一緒に行くの？置いてかれた。一緒に行きたかったんだ。ごめんね。こういう他者の機微が結びつかないのがフリーレンだと思う。10年間一緒だったパーティーにも10年に一度しか会いに行かないエルフが前日一緒になったぐらいのメンバーを誘うことはないと思う。フリーレンはそこんところずれてるし、多分フェルンがラビカンと同じパーティーだったら誘ってた。フリーレンに人の機微を察するのは不可能だ。そんなことができるならヒンメルと結婚してた。別にもともと一緒に旅をしていたとか、二人の面倒を見るように頼まれていたとかじゃない上に、明らかにフリーレンの方が目上なんだから、フリーレンから誘う必要ないだろうとこの手の話題を見るたびに思う。一緒に来てほしいならラビカンから言うべきだと思う。一緒に行きたいと言われたら断らないけど、自分からは誘わないぐらいの対応がフリーレンのキャラやラビカンとの関係値的に一番違和感ない。ここの時点で離れたとこに立ってるから、積極的に協力する気持ちはなかったように見える。この時点だと協力して進めばいいだけだってわからない段階だったからね。今回は敵同士になるかもと思って離れた位置に立ったのかな。フリーレンは空気読まないから、こちらからは誘わない。二人はなんかそんな雰囲気じゃなかったから言い出せなかった。フリーレン的に伝剣の誘いには乗ってもいい感じだったからな。そんな感じじゃなくなったから、さっさと先に行っちゃったけど、二人が先んじて誘ったら多分一緒に行ってくれた。まあラビカンから誘うべき場面だったよね。フリーレンの方にはそもそも声をかける理由がない。まあどうせ全フロアマッピングしたがるから意味ないだろうけどね。カンネは付き合ってくれるだろうし、ラビーネも文句は言えどもついてくると思われるからセーフ。フリーレンはフリーレンで、どうせまた二人のイチャイチャを見せつけられてってなるんだし、おあいこよ。フリーレンからしてみれば、一緒に来たいならそう言えばよかったのにくらいにしか思ってなさそうだよね。今まで組んできたパーティーメンバーもそういうことははっきり主張するタイプばかりだし、